カール六世、カール六世、1685年、10月1日から1740年10月20日は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝、在位、1711年から1740年、ハンガリー王、在位、同、ボヘミア王、在位、同、レオポルト一世と、皇后、エレオノーレ・マグダレーネの次男で、ヨーゼフ一世の弟、マリア・テレジアの父、 ハプスブルク家最後の男系男子であり、競技には同家最後のローマ皇帝である。若年期は、スペイン・ハプスブルク家断絶後のスペイン王位を主張し、スペイン継承戦争を戦った。しかし、兄・ヨーゼフ一世の旧姓により、神聖ローマ皇帝として即位。プリンツ・オイゲン、オイゲン公の活躍により、ハプスブルク君主国史上最大の半島を築いた。しかし、 男系の後継者に恵まれず、1713年に国事証書を布告した。1720年以降は、長女マリア・テレジアに家領を継承させるため、ドイツ諸法や周辺国に対し、外交的情報を繰り返さざるを得なくなった。1740年に、カール6世は崩御し、ハプスブルク家の男系が断絶。カールが後反省を傾け、 所領と引き換えに取り付けた約束は保護にされ、オーストリア継承戦争が勃発した。1685年10月1日、レオポルト一世と皇后エレオノーレ・マグダレーネの次男として誕生した。いとこのスペイン王カルロス二世は、先天的に病弱で、子孫もなく、スペインハプスブルク家は断絶は確実視されていた。一度は、英仏の合意により、 第一次分割条約が結ばれた。内容は、カールのイボ姉の子、ヨーゼフ・フェルディナントを後継者とし、ナポリとシチリアは、ルイ14世の息子ルイオ大使、グランド・オファンへ、ミラノ公国は、レオポルト1世の次男カールへ、分割するものだった。しかし肝心のヨーゼフが6歳で溶接したため、再び多い継承問題が表面化した。1700年。 カルロス二世が崩御した。カールの父レオポルト一世は、カルロス二世の後継者として、カールを送ろうとした。しかし、カルロス二世は、生前、後継者として、フランスを売るい四世の孫、アンジュー・フィリップ、フェリペ五世として、即位を推薦していた。イングランドのウィリアム三世、フランスがスペインを併合することに脅威を感じていたが、フィリップの即位を容認した。ところが、 ルイ14世は、スペインの勢力圏であるネーデルランドや、植民地をめぐり、各国との対立を深めたため、1701年9月7日に、対フランス大同盟、ハーグ条約が締結されるに至った。カールは退仏、西の旗印として、スペイン継承戦争を戦うこととなった。カールは1703年に同盟国ポルトガルへ渡る。1704年8月4日、 ジブラルタルが陥落すると9月にはカタルーニャに上陸した。この時カールは住民から想定外の歓迎を受けた。1705年にイングランドの将軍ピーター・バラ博がバルセロナを占領すると第一次バルセロナ包囲戦、バルセロナに入ってカルロス三世を称しマドリードのフェリペ五世と対峙した。1706年に スペイン軍に包囲されたバルセロナを守り抜き、第二次バルセロナ包囲戦、ポルトガルから進軍して、マドリードを落とした、イングランドの将軍ゴールウェイ博、ピーターバラと合流した。しかし、フェリッペ五世に、マドリードを奪い返され、翌千七百七年に、ピーターバラがイングランドへ召喚。ゴールウェイが、フランスの将軍、ベリック公にアルマンサの戦いで大敗すると、スペインのほとんど制圧され、 劣勢になった。1708年、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル家のエリーザベト・クリスティーネとバルセロナで婚礼を挙げた。1710年に、イギリスの将軍ジェームズ・スタンホープとオーストリアの将軍グイード・フォン・シュターレンベルクが反撃して、マドリードを再占領したが、フェリペ・ゴセイに再び脱会された上、フランスから援軍を率いたバンドウムコウが同盟軍を吸収。 スタンホープは、ブリーウェガーの戦いで捕らえられ、シュターレンベルクもビリアビシオーサの戦いで敗北、フェリペ五世の優位は決定的になった。1711年、兄の皇帝ヨーゼフ一世が崩御すると状況が大きく変わった。兄には、息子がなく皇帝選出のため、ドイツへ戻ったカールが、カール六世として、定位を継ぐことになったのである。こうなると、 もし、カール六世が、スペイン王位も継承すれば、かつてのカール五世、スペイン王カルロス一世のような、欧州の広大な領土に君臨する強大な君主の、出現となり、やはり勢力均衡が崩れてしまうことになる。そこで1713年、イギリスなどは、フランスとスペインは併合されないことを条件として、フェリペ五世の即位を認めることにして、ユトレヒト条約を結んだ。 こうしてカールは、スペイン王位を断念せざるを得なくなり、1714年に、オーストリアもフランススペインとラシタット条約を、締結した。残されたバルセロナは1714年に、フェリペ5世に落とされている、第三次バルセロナ包囲戦。兄ヨーゼフ1世には、男子がいなかった。スペイン継承戦争と絡み、1703年、兄弟の間で、 相続協定が結ばれている。カールのスペイン王位継承が実現し、オーストリア、ヨーゼフ系と、スペイン、カール系いずれの系統で男系が断絶した場合、もう一方の男系が相続することだった。さらに、父レオポルド一世は、1705年、カールのスペイン王位継承が実現しない場合を見越し、ヨーゼフ同意の上で、チロル伯竜をはじめとする聖度方面の所領を、 カールに一括相続させる協定を結ばせた。この時点で、兄ヨーゼフに、男児はなかった。皇帝即位後は、対外戦争に力を注ぎ、父の代から続いていたハンガリーでのラーコーチフェレンツ二世の、反乱を収束させ、南ネーデルラントから、ミラノ公国などに勢力を拡大する。また四国同盟戦争で、サボヤ公国との間で、 シチリアとサルデーニャの交換が成立し、その際サボイア号、ビットーリオアメデーを二世に、サルデーニャ王の称号を認めた。さらに1716年、オスマン帝国との間に、オード戦争が起こると、バルカン半島にプリンツオイゲンを派遣して、オスマン帝国スルタンアフメト三世と戦い勝利、1718年のパッサロビッツ条約で、オスマン帝国からベオグラードを奪う。 こうした、東西両方面への領土拡張の結果、ハプスブルク君主国史上最大の半島を築き上げた。さらに、カール6世は、重症主義政策を取り、1718年に、東西インド貿易のためにを、翌1719年には、ドナウ川やアドリア海での貿易のためにをそれぞれ、設立させた。貿易の独占を通じて、東方の貴族たちの領土経営を支配し、 シュレジエンから米面にまたがるアサオリモノ工業に対しはトンヤ製資本家での統制を試みた。しかしオーストリアのトンヤ製資本は外国資本に従属しており米面のアサオリモノ工業は英国に水銀や銅はオランダの支配下にあった。さらに英国にはシュレジエンをジェノバには米面の地層をそれぞれ抵当にして資金を苦面していた。 経済的に厳しい状況であり、傭兵軍の維持が困難になっていたため、自国の農民を動員せざるを得なくなっていた。スペイン領イタリアの奪回を夢見るスペインとの対立は続き、フェリペ5世はサルゲーニャとシチリアを占領する強行策に出たため、1718年に勃発した四国同盟戦争に巻き込まれた。度重なる戦争で批判している同盟側はスペインを圧倒するものの、 決定的な勝利を得ることができず、パルマ広告を譲渡する羽目になった。大北方戦争では、ロシアのツァーリ・ピョートル一世のバールト海進出を抑えるため、イギリス王権ハノーファー戦定校、ジョージ一世及び、ポーランド王権ザクセン選定校、アウグスト二世と同盟を結んだ。しかし、その後消極的な姿勢を取ったため、イギリスが流反して1721年に、 フランス・スペインと同盟を結び、オーストリアは孤立した。ハプスブルク家ではそれまで、所領の分割相続が行われ、家領の統治の一体性が損なわれてきた。カール6世による一括相続で、継承問題は解決したものの、即位時点で、兄ヨーゼフにも男子がおらず、かつ自身にも一人の子もなく、男系の後継者そのものがいない状況であり、ウィーン宮廷は、 女の宮廷とまで言われていた。スペイン継承戦争のユトレヒト条約とほぼ時を同じくしてカール六世は国事証書を布告した。領土の分割禁止と断刑調子相続を決定し、兄、ヨーゼフの娘たちの相続順位は将来誕生するカールの子よりも快だった。皇后との間にはなかなか婚ができず、ありとあらゆる治療を試みた。 1716年に唯一の男児レオポルトが誕生するが一切に満たずに溶接した。翌1717 17年に誕生した長女、マリア・テレジアを後継者にするしかなくなり、1720年、両方に国事証書の承認を迫った。兄、ヨーゼフの娘たちの結婚にも慎重で、マリア・アマーリエとバイエルン先提行。 カール・アルブレヒトとの結婚は1722年まで承認しなかった。老い原稿の武法を背景に、1722年6月にハンガリーも国事証書を承認したため、下領内の全証人を取り付けることができた。1724年、再び国事証書を出して、マリア・テレジアを下領の相続者に定めることを示し、周辺諸国、諸法の承認を求めた。 戦術の通り、貿易に参入した結果、英国と対立しており、同じく英国と対立しているスペイン、両国はジブラルタルをめぐって、対立と1725年にウィーン条約を締結して、それまでの対立を解消し、これに対してイギリス、フランス、オランダはハノーファー条約で同盟し、戦争が起こるように思われたが、翌年に追い原稿の尽力で、 ロシアプロイセンとも同盟を締結して孤立から脱した。1727年からスペインとイギリスのジブラルタルをめぐる小規模な戦争が行われ、1729年にセビリア条約で終結した。スペインはオーストリアの援軍を期待したが、イギリスの外交官の手回しで中立を堅持した。さらに政略結婚を断られたためスペインは、 同盟を解消した。国事証書の承認を求めるカール六世は、孤立を避けるため、イギリスと新たに1731年にウィーン条約を締結して、同盟を結び直した。全領土の支配層及び諸国の承認を求め、ハンガリーは貴族の特権を承認、ドイツ諸公は1732年に承認、イギリスは オステンド会社の解散と引き換えに1731年にマリア・テレジアによるケリ相続を承認させた。しかし、ニ・ヨーゼフ一世議の女性たち、マリア・ヨーゼファのオット・ザクセン選定校、フリードリヒア・アウグストとマリア・アマーリエのオット・バイエルン選定カール・アルブレヒトや、フランスは同意しなかった。1733年にポーランド継承戦争が勃発する。 全王アウグスト2世唯一の着出子である、ザクセン選定公フリードリヒアウグストは、支持を得られず、フランスの干渉によって、スタニスワフレ七日が国王に選出される事態となった。カール6世は、ザクセン選定公から相続の承認を得るべく、プロイセン王国及び、ロシア帝国と同盟し、フランスと対決した。 1734年の一連の戦闘はオーストリアの劣勢となり、翌1735年からの長い急戦交渉の末、1738年にウィーン条約が締結された。この条約でフリードリヒ・アウグストのポーランド王位とザクセン及びフランスからの相続承認を取り付けた。しかし、これと引き換えに、 ナポリやシチリア島・イタリア方面の所領の多くを話し、スタニスワフのために、ロレーヌ公国、フッツ、アルザスロレーヌ、ドク、エルザスロートリンゲンをフランスへ割上した。領地を失ったロートリンゲン公、フランツ・シュテファンは、代わって、トスカーナ公国が与えられた。フランツ・シュテファンは、カール六世の長女マリア・テレジアとの結婚を処方に認めさせるために、 この不利な条約を受け入れた。フランツ・ステファンは、ビーンに留学して、カール六世に、息子同然に気に入られており、マリア・テレジアとも相思相愛だった。二人は1736年2月12日に、婚礼を挙げ、1737年2月、1738年10月、1740年1月に、それぞれ女児が誕生したが、男児は未だ誕生せず、 大い継承問題の解決には至らなかった。1737年に、オスマン帝国との再度の戦争、オーストリア・ロシア・トルコ戦争に敗れて、ベオグラードを奪還され、領土は縮小した。1740年、狩猟の最中に突如腹痛を訴え、闘病の末、同年10月20日に56歳で放御した。マリア・テレジアは、この時、第四皇を解任中であった。 国事証書に基づいて、マリア・テレジアが、ハプスブルク家の家督を継いだが、これをめぐってオーストリア継承戦争が勃発することとなる。バイエルン選帝公、カール・アルブレヒトは、ついに国事証書を承認しなかった。1741年3月に、カール6世が待ち望んでいた男児が誕生した、後の神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世。 皇后エリーザベト・クリスティーネ、愛称リーするブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル・コールート・ビヒ・リュードルフの娘との間には4個がいるが、成人したのは2人だけで、さらに子孫を残したのは16回出産したマリア・テレジアのみである。カール6世は、スペイン国王として即位することは叶なわなかったが、オーストリア金洋毛騎士団の初代試験者となった。 オーストリア宮廷における同騎士団勲章の名誉と特権を可視化し、オーストリアに同勲章を定着させた。その結果、第2の創設者と評価されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。